じゃあタイミングはお任せします。もう撮ってるので。あ、もう撮ってる。やべ。こんにちは、お茶美講師の豊島です。通信教育お茶コネが、前回に引き続き2学期も、やることになりました。初回9月7日は、無料で開催されます。それ以降9月14日から、全12回ありますので、11月30日ですね、毎週1課題ずつ出ますので、よろしくお願いします。前回は構成デッサンだけしかなかったんですけれども、今回は石膏デッサンも、募集します。あと色彩構成のコースも募集します。石膏デッサンは、受講生が持っている石膏だったり、石膏環境にある方ですね、どんな石膏を送ってもらっても構わないということです。一体を毎回書くというのでもいいですし、何体か書ける環境にある方はそういう何体か書いておくという感じで、平面構成は、各自でモチーフを買ってもらってやるんですけど、100均とかはそういうところで買えるようなそういうモチーフを選んだりとかはしていたいと思うので、多少誤差が出るかもしれないんですけど、大体同じような課題が、できるんじゃないかと思っています。書いてもらうということですね、モチーフ。前回はその送ってもらった作品の公表の時にですね、参考作品で、一緒に送ってですね、それの解説も合わせて、やったんですけれども、今回も、そういう、ことをしていこうと思っています。前回受講してくれた皆さんありがとうございます。結構一人でですね、家で7時間書くのは結構大変だと思うんですけれども、しっかりやってくれてですね、全4回ぐらいだったかな、僕が講評を担当して見ていたんですけれども、その間に成長もしてくれてですね、こちらも非常に良かったなと思っているんですけれども、どうだったでしょうか。今回もリラックスして出てください。お願いします。